皆さん、こんばんは。今日は2023年5月27日土曜日です。今日のテーマは、中国の経済成長神話が終わりですね。中国の地方政府の巨額財務について、そして、貴襲省という都市という省ですが、発した中国経済の危機見えてきています。地方政府は、 借金の返済ができなくて困っています。中国の貴州省ですね、話題となっていますので、この10年間ですね、西南地域にある内陸部にある貴州省ですね、経済成長は実に目立っています。原因はですね、貴州省の政府はインフラ建設に力を入れているんですよ。 インフラ建設するにはお金が必要です。そうするとお金は借ります。これが中国の地方政府唯一ですね、現地の経済を引っ張るんですね、方法でもあります。この40年間、中国の地方政府の官僚は人脈が強ければ、地方政府との関係が良ければ、お金はですね、借りることはできます。そうすると昇進できます。 また、外国の会社を誘致することも大事ですが、そうすると、地方の経済は成長します。地方政府に認められて、昇進できます。たくさんの税金ですね、納付できますので、地方政府に。しかしですが、外国の企業は、今はですね、誘致することは難しいんですよ。また、借金をして、経済成長することは、続くことはできなくなってしまいました。 中国政府はずっと中国の経済のことをですね、奇跡ですよと言っていますが、しかしですね、借金はいつか返済しないといけません。今年ですね、貴州省は返済はできませんと発表しました。5月17日でしたが、貴州省の企業市ですね、貴州省の中心、省の大統領の政府が発表しました。 どんな方法でも考えましたが、これ以上はもう無理ですと。もし、返済のお金がまだ集めることができないと、返済不履行となりますよと、警告を出しました。現在ですね、貴州省の負債、主に債権ですが、鉄道、地下鉄、国道、工業団地ですね、合計3380億アメリカドルなんですよ。 約47兆円ですね。去年、貴州省の GDP は2兆円でした。約40兆円でした。つまり、借金はすごい多いんですよ。しかしですね、貴州省の再生の収入は、この省の収入はですね、再生の収入は3194億円、約3200億円ですが、 約ですね、日本円で言いますと6.4兆円ですね。そして、州の政府は土地を売って、お金も入って考慮しているのですが、つまり、返済できるとは思えないですね。でも、中国の地方政府はですね、みんな大体、このような状況なんですよ。でも、紀州省の初期は昇進しました。陳さんと言いますが、彼は2012年、 貴州省で長官となって2020年初期となって現在は北京まで昇進しました。北京にいてるんですよ。貴州省はですね、中国の地方政府の債務の鏡だと言えます。貴州省の横にあるのはウ南ナン省ですね。ウ南ナン省は実にもっと大変です。5月18日、ウ南ナン省の政府も返済ができなくて、 会議を開催して方法を考えました。その会議の内容はですね、ネットで公開されています。欧南省の大都会ですね、昆明市ですね、半年以内、これから半年以内、200億円の返済に追い込まれていますと、返済はできません。市の政府は、市の政府に助けを求めました。しかし、市の政府はお金がないと返答しました。 今年、ウーナン所の政府がですね、運営する国営企業、火力集団という会社ですが、この会社はですね、観光事業、ホテル事業などなどと、そういうサービス事業ですね、やってるんですが、今年、2000億円の借金が、その返済がですね、できなくなってしまって、ウーナン所の政府はなんとかですね、お金を集めて、この会社に提供しました。 しかし、これ以上はお金はもうないよと発表しました。これからですね、ウンナン市長の政府としては、社会保険の基金にあるお金、医療基金のあるお金ですね、利用するしかないよと言いました。現在ですね、政府が運営する投資基金の企業はみんなお金がないのが現状であって、例えば、鉄道投資基金、企業投資、産業投資基金、道路投資基金、 産業、団地、投資、基金ですね。みんなお金がないんですよ。以上の基金に、という企業に勤めている公務員たちはですね、今は3ヶ月間、4ヶ月間ですね、給料は支給していないのが現状です。まだ、下請けの会社に対しての支払いもずっと延期しています。例えば、現材料とかですね、調達しますので、まだ商業銀行にしても、国営銀行からの借金ですね、 話をして、なんとか返済を延期にしてもらっていますよと発表して、元金と利息ですね、来年か2年後に支払うとなっています。でもですね、上から任務があるんですよ。これは中央政府ですね。投資家に自信を持ってもらうことが大事ですよと、金融市場の安定のためですよと、国営企業、投資企業が 返済不利行となったらですね、絶対ダメですよと言いました。でも現在ですね、使える方法は全部使い切って、残されている唯一の方法はですね、融資するために再券を発行しましょうかと。ただしですね、中央政府は許可してくれないでしょう。この会議で言いました。原因はですね、昆明、市は内緒で、インフラ建設に使うお金のはずですが、別のところに 使ってしまいました。ウォーナン省もそうですし、コンメイ市もそうですし、インフラ建設の工事が少なくて、お金をですね、借金の返済に使いました。現地の商業銀行にもお金がないんです。国営銀行はまだ大丈夫です。でも、国営銀行の本部は許可しないらしいんですよ。投資してくれません。ウォーナン省は、観光事業にたくさん投資しすぎて、 収益が少なくて返済できませんと、この会議ではっきり言っていました。これで分かるのはですね、地方銀行、本当にお金がなくなってきましたね。今年、河南省の地方銀行ですね、に貯蓄した方々たちはですね、お金が出せないので抗議をしたんですよ。この原因なんですね。銀行はお金がないんですよ。これで分かるのはですね、中国の地方政府、お金がなくて、 国営企業もお金がないのが現状であって、そして対策方法としては、市町の市民、省民ですね、この町の住んでいる市民ですね、の社会保険を利用するんですよ。なので、中国の各地域ですね、今社会保険、すごいもらう金額ですね、減らされました。これも動画で話をしましたが、あちこちで抗議起きているんですよ。この原因なんですよ。また、今年はですね、私は、 動画で話をしましたが、去年ですね、李国強総理はインフラ建設促進するよと言いましたし、今年ですね、中央政府もインフラ建設に支持しますよと言いましたし、それからですね、たくさんの工事、プロジェクトを発表されて、しかしですね、私は動画で言いましたが、中国はですね、現在あんまり工事していないんですよ。おかしいんですよ。例えば、重機ですね。やはり、 需要がないんですよ。おかしいんですよね。そしてですね、工事するプロジェクトがないんですよ。それが原因ですね。つまり、地方政府はインフラ建設すると言って、お金を借りて、実はですね、プロジェクトがなくって、返還に当てているんですよ。しかしですね、それだけでも足りません。これで分かるのはですね、地方政府はインフラ投資だと宣伝しました。すべてが想でした。 また、中央の銀行、すべての銀行ですね。中央銀行にしても、大手銀行、地方銀行にしても、全部が大変ですね。この1年間ぐらいですね、不動産の住宅ローンの返済ができなくって、不良債権ですね、すごい多くなっているはずなんですよ。また、地方政府にしても、国営企業にしても、投資機構にしても、銀行からお金を借りて、返済はですね、できなくなっていますので、 中国の銀行はですね、なんとか改ざんして、綺麗な数字にするんですよ。でもですね、これは続くことはできません。中国の国営企業にしても、商業銀行にしても、実に危険であって、不良債権どのくらいあるでしょうかわからないので、だから大変なんですよ。このリスクは本当に危険ですね。そして、国営企業はですね、独占の地位ですので、 本来は儲かるはずですが、それでもお金がないんですね。中国の地方政府ですね、返済不履行のリスクがあるではなくて、返済不履行となっているのが現状であって、ただしですね、返済する期間を延期にしていますね。中国の経済が下落してきましたし、地方政府の税収もですね、財政の状況も良くないですし、これは悪循環なんです。 財政の収入が減少して、地方政府としては、やはり自分の支出をですね、抑えるんですよね。政府は自分の支出を抑えると、中国の経済がですね、ますます悪化します。これはですね、日本と違うんですよ。中国だけなんですね。原因はですね、中国政府は80%市場の資源を把握しているんですね。つまり、中国の消費市場にしても、 生存業にしてもですね、みんなとても中国政府に依存しているんですね。例えば政府が工事をします公務員に不利厚生としてたくさんのお店あるいは会社からお土産を購入して分配するんですよ。そして公務員にしても官僚にしてもですね、地位が高いので権力を持っているわけですから接待を受けるんですね。 なので、KTV とかですね、高級料理店に行くんですよ。政府がですね、権力を持っているわけですので、お金も持っているわけですから、中国の商売人はですね、政府との関係、あるいは公務員との関係、あるいは幼稚園との関係ですね、そういう人脈ですね、とても大事にしています。原因はですね、簡単ですが、政府に認められて発注してほしいんですよ。注文してほしいんですよ。 政府から仕事をもらうんですね。まあ、しかしですね、今の現状ですが、政府はお金がないんです。お金を使わなければ、みんな大変なんですよ。なので、中国の経済は良くなることは、まずはないんですよ。また、経済が下落してですね、政府の税収も減少していくんですよ。特に、今、中国の不動産市場が良くないんですね。政府は土地を 売ることはできません。あるいは土地は売れません。あるいはですね、売っても売れてもですね、安いんですよ。そうすると、政府の収入は減ります。これで分かるのはですね、中国の経済の神話が終わりですね。中国の経済衰退だと言いますが、もっと詳しく言えばですね、バランスシートの不況だと言います。簡単に言えばですね、バランスシート布教と言いますが、個人にしても 政府にしても、企業にしても、みんな借金がいっぱいですね。みんな借金の返済に追われてしまうっていう意味ですが、まあ、普通の経済の衰退よりですね、このバランスシート不況の方がですね、ものすごい大変なんですよ。期間がですね、ものすごい長いんですよ。日本の経済が衰退ですね、バランスシート不況だと言われていますが、でもですね、 今年から日本の経済は正式に復活するんですよ。そういう傾向になっているんですよ。もう向かっていくんですね。向かっていてるんですよ、実は。バランスシートの不況ですが、日本はもうさようならですね。中国はこれからですね、バランスシートに入ります。日本の経済ですね、株式市場はすごい世界に注目されていて、ものすごい投資する価値はあるよと言われていますので、まずですね、日本の会社は すごい注目されていて、特に生存業ですね。半導体産業ものすごい注目されています。これからですね、世界の半導体産業を引っ張るではないかと思われているんですよ。そして、日本の大学生の就職率ですね、90%以上だと発表されて、今はですね、97%だと言われていますので、そうするとですね、ほぼ 100%就職できるんですよ。これが日本の今の状況ですね。なので、日本の経済はものすごい良いんですよ。少なくてもですね、雇用はすごい多いんですね。逆に労働者不足起きているのではないかと私は思ってしまいますね。これが日本の経済なんですね。でも中国は逆です。日本の経済はどうして良くなるかと言いますと、日本の会社はですね、あの、自分の国に戻っていく。 という傾向ででもありますすし、当然ですが、中国のところにも投資していくんですね。あのこれが今の現状でもありますがただしですね傾向性としては日本の本土で製造する生産する半導体産業だけではないんですよ。これからですね少しずつ見てくると思いますのでこれが傾向性であって日本の会社はですねものすごい強いんですよ。 どの国に進出してもですね、その国の経済は絶対発展するんですよ。なぜならばですね、その国に行って工場を作ります。工場を作ってですね、生産した商品はものすごい競争力高いんですよ。世界中で売れますので、そうすると、これからですね、日本で生産するよねと私は思いますね。これが傾向性であって、これからですね、少しずつ見えてくるというふうに思います。 また、情報収集して皆さんに報告しても思うと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。